さあ続いては早朝からのね、はい、リハーサルを含めた今日一日の模様をダイジェスト映像にまとめました。スクリーンにご注目ください。新潟コレクションベストオブミス2020新潟コンペティションファイナリストアピアーデ。新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会審査結果の発表です。はじめに審査員特別賞の発表から参ります。審査員特別賞プレゼンターのご登場です。皆様拍手でお迎えください。審査員特別賞のプレゼンターは一般社団法人健康医学予防協会土田幸宏様。上村美容外科院長上村元樹様。株式会社ピカイチ代表佐々木博之様。株式会社日野屋玩具店桜井美智子様。そして和光ベンディング株式会社代表取締役加藤克美様です。
プレゼンターの皆様よろしくお願いいたします。それでは審査員特別賞ヘルス&ビューティー賞の発表から参ります。ヘルス&ビューティー賞は一般社団法人健康医学予防協会様よりいつまでも健康で美しい体を目指す方へ贈られます。発表します。ヘルス&ビューティー賞はエントリーナンバー1、加瀬瑞希さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央へお進みください。プレゼンターの佃様、贈呈の準備をお願いいたします。ヘルス&ビューティー賞には人間ドック、乳がん検診、子宮がん検診がセットになったレディースドックが贈られます。それでは元の位置へお戻りください。土田様ありがとうございました。続いて審査員特別賞スキンホワイトニング賞の発表です。スキンホワイトニング賞は上村美容外科様よりいつまでも美しいお肌を維持したい、維持し続けてほしい方へ贈られます。発表します。スキンホワイトニング賞はエントリーナンバー2、愛木沙羅さんです。プレゼンターの上村様、贈呈のご準備をお願いいたします。スキンホワイトニング賞には内面から美肌効果をもたらすプラセンタ、シミやくすみを抑制するトラネキサム酸、そしてお肌の代謝に必要な各種ビタミン類がたっぷり入った上村美容外科特製美容点滴10回分が贈られます。それでは元の位置へお戻りください。上村様ありがとうございました。続いて審査員特別賞ピカイチ MVP 賞の発表です。ピカイチ MVP 賞は株式会社ピカイチ様より夢を叶えるためにチャレンジする勇気を持ち、自分と向き合い成長することを大切に笑顔で前へ進む方へ贈られます。発表します。ピカイチ MVP 賞はエントリーナンバー4、榎本千沙さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央へお進みください。プレゼンターの佐々木様、贈呈のご準備をお願いいたします。ピカイチ MVP 賞にはリプロスキン化粧水1年分が贈られます。それでは元の位置へお戻りください。佐々木様ありがとうございました。続いてスマイルコミュニケーション賞です。スマイルコミュニケーション賞は携帯ショップコングを運営されている株式会社日野屋玩具店様より世界へ魅力的な情報を発信していく方へ贈られます。発表します。スマイルコミュニケーション賞はエントリーナンバー5、亮太佐藤さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中へお進みください。プレゼンターの桜井様、贈呈のご準備をお願いいたします。スマイルコミュニケーション賞にはスマートフォン商品券5万円分が贈られます。新しいスマホで魅力的なあなたを世界へどんどん発信して輝いていってください。それでは元の位置へお戻りください。桜井様ありがとうございました。審査員特別賞最後の発表になります。いちごなでしこ賞です。いちごなでしこ賞は株式会社和光ベンディング様より知性と教養を兼ね備え真の充実と不動堂精神を持った大和なでしこの素質がある方へ贈られます。発表します。いちごなでしこ賞はエントリーナンバー2、愛木沙羅さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中へお進みください。プレゼンターの加藤様、贈呈のご準備をお願いいたします。越後なでしこ賞には女性を美しくする水、佐渡海洋深層水、ナチュラルビューティー1年分が贈られます。それでは元の位置へお戻りください。加藤様ありがとうございました。以上で審査員特別賞の発表を終了します。プレゼンターの皆様ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。
続いてネスネクストビューティー賞の発表に参ります。プレゼンターはネス新潟県エステティシャンセラピスト協同組合代表理事庭山ひとみ様です。皆様大きな拍手でお迎えください。庭山様はベストオブミスのアドバイザーとしてファイナリストを陰に日向にと指導応援をされてきた中で、これからの可能性に期待したい方へネスネクストビューティー賞を贈りたいと、この賞を設けてくださいました。それでは発表します。ネスネクストビューティー賞はエントリーナンバー5、亮太佐藤さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央へ進んでください。庭山様上手のご準備をお願いいたします。ネスネクストビューティー賞にはネス新潟エステティシャンセラピスト協同組合が加盟している、組合に加盟しているプライベートスパ、椿美人、ナムジャイ、ラバトゥール、ジュアン三条店、マリーローラン、トピカピ、新潟一の温泉美容、木下土豪水、そして髪に効く、肌に効く、体に効く小屋、効くとこ、以上8店舗のサロン特別メニューの利用券が贈られます。それでは元の位置へお戻りください。庭山様ありがとうございました。新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会、いよいよベストオブミス4名の発表です。ベストオブミスプレゼンターのご登場です。皆様拍手でお迎えください。ベストオブミスのプレゼンターは本大会の審査委員長、野本真由美スキンケアクリニック委員長、野本真由美様。2019ミスユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表、中野ひまわりさん。2019ミスグランドジャパン新潟代表、伊沢真澄さん。2016ミスユニバースジャパン新潟準グランプリ、佐治瑠璃さん。そしてゲストプレゼンター、宝石美濃和社長、美濃和康明様です。プレゼンターの皆様よろしくお願いいたします。さあ、それでは受賞者発表を前に、本大会の審査委員長野本真由美様より総評を頂戴いたします。委員長よろしくお願いいたします。高い席から失礼いたします。今回の審査を、まとめさせていただきました、野本真由美スキンクリニックの野本真由美と申します。今日はこんな華やかな場所で、会社の方、お友達、みんなですね、たくさんの方がお集まりかと思います。ファイナリスト6名を見て、すごくこういうレッドカーペットで歩き慣れていないような学生さんだとか会社にお勤めの方、私も含めてそういう方がたくさんエントリーしていただいた新潟って、まだまだこんなに美しい女性がたくさんいるんだということをですね、一新潟市民として本当に嬉しく思います。そして、今日みんなが頑張ったところをですね、見ていただいたんですけど、彼女たちの苦労をですね、自分と向き合いながら、約2ヶ月本当に頑張ってここまで来たというふうに思います。審査委員長としては全員に一番を差し上げたい、まあ、本音を言うとそういうことですが、ここはやはり審査の、お仕事です。私どもが今回審査をするにあたって、見ていたところというのをまずご紹介します。まず見た目の美しさ、もちろんです。こうつけがたい本当に美しい女性がエントリーしてくれたと思います。そしてドレス、自分に似合うドレスを選んでいるかどうか、そしてドレスで美しく歩けているかどうか、
たくさん練習してきたはずです。そして、一番というところを見せられたはずです。そこも審査させていただいてます。そしてスピーチの中で知性、それから自分に対して自信があるということをどれだけ表現できたか、ここも、審査の対象になります。そして人間性、2ヶ月というキャンプの中で、いろいろ物事を継続するというのは非常に優れた才能であり人間力が高いという評価ですので、そういったところも評価の対象になっております。そしてこちらにいらっしゃる会場の皆様の一票一票、こちらも、大きな評価として、加点させていただきました。引き算はしていません。皆さんのいいとこしか見ていない。今日で1番でも2番でも、今日頑張ってよかったって思えるような一日にしていただきたいと、そのように思っております。私審査員をさせていただいたり、あるいは事務局の皆さんの多大なご苦労は、何を目標に頑張っているかといいますと、やはり新潟に住む皆さんに喜んでいただけるようなお仕事活動ができる女性、今すぐじゃなくてもいいんです。10年後でもいい、20年後でもいい、30年後でもいいので、女性が輝く新潟県、皆さんに喜んでいただけるお仕事ができる女性がどんどん増えてほしい、その一心でですね、点数もつけたくないし1位2位もつけたくないけれども、やはりここはですね、それぞれの道を進んでいただきたいというふうに思って、評価させていただきました。はい、これからでは、発表させていただきます。野本委員長ありがとうございました。どうぞ中野ひまわりさんのお隣へお戻りください。さあ10月半ばからの2ヶ月に及ぶビューティーレッスンを終え、この人生の大舞台に挑みやり遂げた強く美しい6人の女性たち、この6名の中からいよいよベストオブミスが誕生します。はじめにミス新潟の発表です。発表します。新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会ミス新潟は、エントリーナンバー4、榎本千紗さんです。おめでとうございます。どうぞステップ中央までお進みください。プレゼンターの野本委員長、そして箕輪様、贈呈のご準備をお願いいたします。私もミス新潟プレゼンターとして参加させていただきます。ミス新潟に選ばれた榎本千紗さんには永谷さんから冊子が、どうぞ大きな拍手をお願いします。さあそして箕輪様よりティアラとネックレスが、さあ今ネックレスを、ね、箕輪様から、素敵ですね。さあティアラとネックレスの後は箕輪様から記念品の方も贈呈していただきます。さあティアラが、ね、美しくキラキラ輝いていますね、素敵です。そして記念品が贈呈されます。大きな拍手をお願いいたします。そして野本委員長から花束が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。ミス新潟はエントリーナンバー4、榎本千紗さんです。今一度大きな拍手をお送りください。それではそちらでお待ちください。続いて
ミスユニバーシティ新潟代表の発表です。発表します。新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会ミスユニバーシティ新潟代表は、エントリーナンバー6、佐藤美奈さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央までお進みください。プレゼンターの浅瀬さん、美濃様、そして野本委員長、お手のご準備をお願いいたします。ミスユニバーシティ新潟代表に選ばれた佐藤美奈さんには、佐藤さんからサッシュが贈られます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、そして美濃様よりティアラとネックレス、そして記念品が贈られます。おめでとうございます。そして野本委員長から花束が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。ミスユニバーシティ新潟代表はエントリーナンバー6、佐藤美奈さんです。今一度大きな拍手をお送りください。それではそちらでお待ちください。続いてミスグランドジャパン新潟代表の発表です。発表します。新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会ミスグランドジャパン新潟代表は、エントリーナンバー2、愛希沙羅さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央までお進みください。プレゼンターの伊藤さん、美濃様、そして野本委員長がお手のご準備をお願いいたします。ミスグランドジャパン新潟代表に選ばれました愛希沙羅さんには、伊沢さんからサッシが贈られます。おめでとうございます。そして美濃様よりティアラとネックレス、そして記念品が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして野本委員長より花束が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。ミスグランドジャパン新潟代表はエントリーナンバー2、愛希沙羅さんです。今一度大きな拍手をお送りください。ユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表の発表です。発表します。新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会ミスユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表は、エントリーナンバー3、小島明穂さんです。
おめでとうございます。どうぞステージ中央までお進みください。プレゼンターの中野さん、箕輪様、そして野本院長、贈呈のご準備をよろしくお願いいたします。ミスユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表に選ばれた小島明穂さんには、中野さんからサッシュが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして箕輪様よりティアラとネックレス、記念品が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして野本院長から花束が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。ミスユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表はエントリーナンバー3、小島明穂さんです。今一度大きな拍手をお送りください。それでは受賞された皆さん、中央へお集まりください。ではミス新潟榎本千紗さんから受賞したお気持ちを一言いただきましょう。マイクへお進みください。さあ皆さん、盛大な拍手をお願いいたします。会場に来て応援に来てくださった皆様、ありがとうございました。ミス新潟という素敵な賞をいただけて本当に嬉しいです。一緒に頑張ってきた仲間が賞を取ってる姿を見てちょっと泣きそうになったんですけど、私もこうやって賞を取れて本当に嬉しいです。応援ありがとうございました。ミス新潟榎本千紗さんでした。大きな拍手をお願いします。元の位置へお戻りください。続いて、ミスユニバーシティ新潟代表佐藤美奈さん、お気持ちを一言お願いいたします。2ヶ月間のビューティーレッスンを経て、私は正直賞は取れないというふうに思うぐらい自信をなくしていました。でもこんな名誉なありがたい賞をいただいて本当に嬉しいです。お母さん、おばあちゃん、おじさん、おばさんの妹さん、それから私のいとこ2人、それから会場に来れなかったいとこと、それから会場に来れなかったけれども私を応援してくださった、特に SNS 審査でいいねをたくさん押していただいて私は幸せ者でした。皆さん応援ありがとうございました。ミスユニバーシティ新潟代表佐藤美奈さん、ありがとうございました。おめでとうございます。さあ続いてミスグランドジャパン新潟代表愛木沙羅さん、お気持ちを一言お願いいたします。ありがとうございました。私は今日まで絶対にどんなに辛いことがあってもレッスンでは絶対泣かないと決めてここまで頑張ってきました。
してこの賞を絶対に取って新潟代表として全国大会に出るんだと決めてここまで頑張ってきました。本当にこの賞を取れて幸せです。そして小学生の頃からずっとモデルになりたいと私が適当に言ったその夢をずっと応援してくれた母に本当にこの気持ちを伝えたいです。本当にありがとう。全国大会では新潟代表として新潟を背負って頑張っていきます。ありがとうございました。ミスグランドジャパン新潟代表愛木沙羅さん、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてミスユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表小島明穂さん、お気持ちを一言お願いいたします。辛い時、苦しい時もありましたが、いつもサッシをかけてもらう、ティアラをつけてもらう、そんな自分を想像して日々練習やトレーニングで励んでいました。この賞をいただけたのは私だけの力ではありません。いつも支えてくれた家族や友達、職場の方々、スポンサーの方々、講師の方々、友達の友達、そのまた友達まで応援してくれたことが私の背中をいつも押してくれていました。本当にありがとうございました。日本大会では新潟の代表として自信を持って今以上に成長して頑張りたいと思います。ありがとうございました。ミスユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表小島明穂さん、おめでとうございました。おめでとうございます。さあ今一度2020ベストオブミスを受賞した皆さんへ祝福の拍手をお送りください。プレゼンターの皆様ありがとうございました。ご覧ください。さあ盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。さあそれではミス新潟榎本千紗さん、ご講談ください。大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。ありがとうございます。続いてミスユニバーシティ新潟代表佐藤美奈さん、ご講談ください。大きな拍手でお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。続いてミスグランドジャパン新潟代表愛木沙羅さん、ご講談ください。おめでとうございます。大きな拍手をお願いします。そしてミスユニバースジャパンプレリミナリー新潟代表小島明穂さん、ご講談ください。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手でお送りください。新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会以上をもちまして全てのプログラムが終了となりました。開催にあたりご協賛ご協力を賜りました各社様、僭越ではございますがこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。本日選出された4名のミスたちの活躍を期待するとともに私たちも全力で応援してまいりましょう。
今日の受賞されたその瞬間、その時の気持ちを忘れずに、彼女たちがよりブラッシュアップした姿を見ることがとても楽しみです。これからも、はい、これからは皆さんの応援がますます必要になってきますので、よろしくお願いします。さあ、新潟コレクション2020ベストオブミス新潟大会、司会進行はミノルクリス滝沢と、2018ミスユニバースジャパン新潟大会準グランプリ永谷紗友香でした。ありがとうございました。ありがとうございました。